悩むことがちょっとみんなと違うとは思うんですけど、なんかコーディネートがわからないっていう意味がコーディネートがわからないんじゃなくて、今日例えば撮影に行くでもなんか人と会うとか、その内容に、でもこれだとちょっとなんか派手かな、なんて言ったらいいんだろう、コーディネートがわからないっていうよりはその感じに自分の気分がフィットするかどうかがで悩む、コーディネートとしては可愛いけどちょっとこれは違うかもって思ったりとか、そういう意味で悩みます。すごいこれ着たいなとか、そういうことからのコーディネートがスタートすることの方が多い。今日明日はこの靴履いていきたいなとか、これを買ったからこの T シャツ着ていこうとか、そういうなんか一つのアイテムで明日は晴れるからワンピース着ていこうとか、なんかあんまりこうコーディネートをルールっぽく捉えてないのかもしれないです。なんか好きを伸ばす考え方、そのニットが好きだったらいっぱい買ってみて、なんかトライアンドエラーじゃないけど、なんかそれでいいと思うっていうか、だから私靴がじゃあパンプスが好きなんで、流行ってなくても毎シーズン買うし、なんかあまりトレンドっていうことはすごい軸じゃなくて、そのシーズンに売ってるものってトレンドを組んだものなんで、必然的にトレンドって取り入れられると思っているんで、なんか何が好きで何が欲しいかは自分が決めればいいっていうかで思ってます。やっぱりもともと好きなものは基本探してるから、頭の中でいつも思ってるから、なんかあって思うと手に取るし、みんなが思うより私はルールじゃない人だと思います。冬だったらコートだし、あとシーズン問わずだったらやっぱり靴とワンピースドレスっていうかがすごい好きです。なんかアシスタントの時もヒールだったので、なんか普通に好きです。ヒールが私一番色っていうことが好きなので、なんかもちろん今白は大好きだし、でもカラフルな色も着るし、まあ、お洋服ってやっぱりその人の雰囲気を出すものだから、やっぱり色って一番そこがなんだろう、分かりやすく印象に残る部分だ。もちろんミニスカート履いてる人とかデニム履いてる人っていう意味でも印象に残るけど、人ってやっぱりあの人っていつも明るい色着てるなとか、いつも黒モノトーンだなとか、色の印象って人に残るから、人のために洋服って着るわけじゃないけど、だから色の使い方、なんかすごい私にとって大きいですね。なんか私天気ってすごい大きいので、こうやって晴れてる日はすごい気持ちいい色を着ると気持ちいいし、あと例えばピンクとかブルーとかグリーンとかわかんないですけど、色鮮やかな色とかは映えるし、もっと綺麗に見せてくれるから、なんかこう天気光の感じはうまく使うようにはしてます。個人的に思うことは、洋服だけで人って作られてないから、私とかだったら声だったり髪型だったりとかすごい印象に残ることの一つだと思うんですよね。他人に与える絵なんか雰囲あの印象感、だからあまり洋服だけで自分を作ろうとは思っていなくて、だけどすごく大切な部分ではあるんで、なんか笑ってる人とか、あとはいつもおとなしい人とか、なんかでいろんな声のトーンとかでも多分落ち着いて思われたりとか、なんかそれもあるから、なんか総合的に考えそこまでは考えてないけど、意識するぐらいはちょっと思いますよね、自分のことを。